好き、札幌ランナークラシック。あんだけすごいやつやったら、いや、そら言われるわ、あんだけ。北海道一緒に今、この森市に来てるから、今めっちゃ卵出てるこっちの方が北海道っぽかった、うん。お待たせいたしました。ちゃんとアンバーとアンコ入っては4番乗り場15時9分の発車です。そうやで、ね、衝撃の事実、衝撃やわ。私前の看板のところ前通ってたら滑りながら、うん、真ん中ある真ん中ある缶よりギーの方が大きい。久しぶりやあの時に初めて買った GoPro、 相変わらず元気そうで、こんなちっちゃかったっけ。かわいいこんなちっちゃかったかな。上白度で涼しいで、すごい人。多分エビじゃないと思う。そうやな、うん。パンジュはあるよ、うん、2つ買おうか。え、あ、何でもいいよ。持ち帰り用事ですか。まさかのお寿司屋さんお休みスペシャルで未だ海鮮何も食べれるんですあ、めっちゃ大きいやん。あ、これな、韓国のお刺身が美味しいね。ずっと噛み抜けてる。海鮮超美味しい。熱い熱い。完食でございます。美味しいね。バターとか食べるわけ。うん。
をこうやって合わせて食べ方みたいな久しぶりの飲み屋です大変暑いですただただ火傷してる様を撮ってる油っこくなあ、そうなの手ぐらいしてるどうもありがとうございましたご飯あんま入れたらもらえへん確かに、他なく全然取らへんちょっと醤油かけたほうがいいかもしれないこれより全然軽い。締めます、うん。なんでチップっていうのかな。
でですね、車内での方の注意事項ですが、割と触り心地いいじゃん。あ、木彫りって感じ。木彫り、木彫り書いてるな。タラだね。なんか表担当一番遠い全部プラスチック感、うん、プラスチック。え、置きやすい。ちょっとこれ高い。どこ行ったの？ここにも行ってる。すごくわがままな話っていうことが今分かった。初めて
おたちょうです。ラーメンのお湯はアイスクリームが出すんだけど、なんであれか来てんの。嬉しい。なんか沖縄の初めて行った北部で食べたバーベキューに似てる雰囲気。やり方持てるのかどうか分かれへん。持てんねやろ。甘いのあるかな。え、甘いの。ないな。